松田一家のドアはいつも開けっぱなし。今宵も始まりました。はい、町田一家のドアはいつも開けっぱなしの時間がやってまいりました。今日は無限長屋の要節白金でお送りします。この番組は町田一家に集まる若手アーティストが週替わりでお送りするラジオ番組だ。はい、私たちの他にも4組の個性あふれる皆さんで毎週金曜日にお送りしておりますので、お聞き逃しのないように。はい、それでは今回の松田家家君、はい、はいはい、副賞を願います。はい、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 松田家家君、松田家家君、朝の始まりは野菜スティックから。朝の始まりは野菜スティックから。あれ、シロ様どうしたんですか。はい、どういうことこの画家なんだこれ喧嘩すんのかこれ。健康的でいいじゃないですか。はい、というわけでですね、はい、今日はあの、はい、朝をしっかり始めるために買ってまいりました。野菜スティックでーす。はい、はい、皆さん手に持ってください。はい、しょうがない、しょうがない、じゃあ二人で乾杯しますか。はい、乾杯。うわ、うわ、うわ、はい、美味しいですね、野菜スティック。というわけでですね、もうすっかり5月になりましたね、はいはい、5月といえばそうですね、5月病ですかね、うんうん、もうだるくなっちゃうね、うん、そうだよな。え、ちょっと他にもあるでしょう、いろいろと、うん、例えば、え、例えばゴールデンウィークとか5月人形とか、なんでピンポイントで5月病なんですか。うん、なんでだろうね。もう考える気力すらないんですか。ちょっと白様テンション上げてください。うーん、ゴールデンウィークか、うんうんうん、あ、そういえば、うん、綾梨の手伝いで飯山までドライバーをしたぞ。うわ、ドライバー、ドライバーだ。あらあら、ドライバー、あの、運転免許なんて現代的なものをお持ちなんですね、かなめ様。そうそう、こう見えてもね、はい、筆記試験は18回は行きました。多いな、すげえな。18回ってそこ威張るところじゃないですよ。あの、筆記は嫌いなのです、はい、だからちっとも威張るところじゃないです。ああ、まあそれはそうとだけれどもね、はい、あの、今回のことではないのだが、はい、あの、前回、以前またドライバーをしたことがあるのだよ。ほう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 。その時はね、お手伝いでミニギャンのリカちゃんがですね、はい、私の助手席に座ってくれたんですね。ほう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 。まあ、ナビゲーターしてたのかな。そうですかね。はい、うんうん。まあ、あの、彼女は食べるのが好きではない。あ、そうですね。お菓子とくまリカのものはリカちゃんですからね。まあ、それは知っているでしょう。はい、知ってます、知ってます。で、そのリカちゃんがですね、はい、あの、珍しく、はい、私に食べ物を恵んでくれたんです。なんだと。いいことじゃないですか。はい、運転中なので、はい、食べさせてくれるという、ね。あら、優しい。自慢か。自慢か。自慢か。あの、しかしね、はい、なぜ食べさせてくれるのはいいんだけれども、はい、あの、乾き物ばかりで一切水分を与えてくれる。あらあらあら、きついな。これ、あの、私に枯れろということだな。そうですわね、一種の拷問のような。そうそう、拷問ではないかと考えた。でも楽しいひとときだったんじゃありません。いや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 、あの、今のね、話からして楽しいという言葉に変換できる節度のは、なんか、あの、つわものだな。ほら、おなごに食べさせてもらえるなんていいことじゃないですか。いや、そこだけ入ってずるいな、もう。なんか、そんな、うん、ずるいぞ。なんか、俺も食べたいよ、そういうの、ね。お前はね、あの、野菜でも食べて。いや、絶対食わん、絶対食わん。絶対食わんからな。もう、野菜食べても健康になるんだけなんですからね。いや、もう、食べて風邪ひくわ。風邪ひく。いや、風邪はひかんしね、必ずいつか食わせてやるから。いや、絶対食わん、絶対食わん。時代にも困ったもんですわね。まあ、しょうがない。じゃあ、今日もそろそろ企画でもやっちゃいましょうかね。もうその時間ですかね、うん、はい、そうなんですよ、時には限りがありますからね、はいはい、ということで、仲良きことは美しきかな。はい、それでは勝手に横文字変換隊。はい、このコーナーは横文字で存在する言葉を自分たちなりの解釈で新しい言葉を生み出しつつ答えてもらおうじゃないかという、そういうクイズコーナーでございます。例えを一つ、かなめ様の大好きなラーメン、これを横文字を使わずに言うと、はい、中華式汁麺。はい、よくできました。はい、それでは勝手に横文字変換隊、
第1問。はい、今回は私から出題させていただきます。頑張るぞ。サクッと参りますよ。では参ります。大会を泳ぎし、白きヒレありし者、はい、の油の海で泳ぎ上げ、まだ続きますよ、はい、かっこ麦でできたふわふわハサミ、はい、はい、投げ。わかりましたか、もう一度いきますよ。大会を泳ぎし、はい、白きヒレありし者の、はい、油泳ぎ揚げかっこ、はい、なんだっけ小麦のふわふわ包み、ふわふわバサミ、そんな感じの物体です。自分の問題忘れないでくださいね。だって長くってちょっと書いとけばよかったな。はい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 、はい、魚のフライ。魚のフライ、うん、ちょっと惜しいな。それは前半部分ですね。後半の括弧部分、括弧部分大事なんで。あ、そうか。はい。チチ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 はい、フィレオフィッシュ。はい、正解です。答えはフィレオフィッシュでした。分かっていたけどね。あ、そうなんですか。じらしてやるぜ。当たり前です。それはもうね、もう振る、もうね、長引かせるの得意ですからね。じらしは得意ですからね。今回この後ちょっといろいろありますので、ね、はい、あ、じゃあ次のコーナーいっちゃいますか。はい、わかりました、はい、では次はこれだ。あなたに届けこの思い、ドラマティックに再現しましょう、なかなー。このコーナーは決められたキーワードを面白おかしく真面目にドラマティックに再現しようじゃないかというそういう企画です。今回のキーワードは5月行事。はい、はい、はい、うんうん、そうですね、今回どんなことが起こるのか、うん、楽しみですわね。はい、それでは白金スキー中道ゴールデンウィークバージョンスタート。よし、明日からゴールデンウィークだ、遊ぶぞ。もう何を浮かれてるんですか、シロ様。精霊に休みなどありませんよ。なんで、せっかくの連休なのに。連休だろうがなんだろうが、やるべきことがたくさんありますでしょ。たまには休みたいよ。ダメです、カノメ様も何とか言ってやってください。え、私か。そうだな、カノメ様、まさかとは思いますが、なんですかそのお弁当箱は。いやこれはだな、うん、決してピクニックに行くというね、そんな野暮なことをするはずはないと、ずっとな。なるほど、うん、なるほど、よくわかりましたわ。ではお二人を次元の裂け目に置いて。俺が悪かったよ。あら、シロ様、そんなに焦ってどうされたんですか。せっちゃん、目が怖いっす。ところで、節度の、その肝心の仕事というのは。ああ、はい。それなんですけれども、実はですね。実は？お二人に、私のお世話をしていただこうと思います。え？大型連休は私、のんびりさせていただこうかなと思いまして、カナメ様とシロ様にはそれまで炊事洗濯、身の回りのお世話などバシバシ働いていただこうかと思いまして。いや、なぜ大元帥である私が節度のお世話をしなければいかんのだ。あら、いいんですのよ、私の力を使って。カナメ様が枯れ果てる時まで遡っても。食券乱用だぞ。受ける。受けない。たまにはこういった時を過ごすのもまた一興、楽しみですわね。じゃあ俺、せっちゃんの犬になる。あら、かわいい。なんだと、シロは、この裏切り者めが。はい、はい、というわけでですね、はい、過ごすのかな、どんなのかな。ね、次回はなんか節度のね、なんかちょっと悪女だな。違いますよ、世の主婦の皆さんは365日こうして働いているんですからね。ゴールデンウィークの中の1日くらいちょっと楽をさせてあげてくださいという意見ですよ。男性もね、それまで頑張って働いている。そうだ、毎日働いてるんだぞ、頑張ってな、家庭のために働いてるんだぞ。主婦には休みないんですよ。あ、すいません。お子様の皆様もですね、ぜひお母さん
様のお手伝いしてあげてくださいね。はい、なんかいい話だった、はい、あの親方様はどう思いますかね。主婦として、あーなんか怖い顔してる。怖い、あー目が怖いよ。じゃあ、ね、あのそんなゴールデンウィーク明けのちょっとお疲れの皆様にですね、はい、心のサプリメントというわけでですね、はいはいはい、あの萌え台詞とかあの聞いていただいてちょっと癒されていただこうかなと。私たち萌え台詞できるのかな。今日はねどちらかをお一人にあの、はいはい、このあの数ヶ月間のちょっと練習の成果を見せていただこうと思いますので、のはい、どちらか引いてください。はい、で当たった方が読んでください。当たった方、はい、じゃあどうぞどうぞ。はい、じゃあ私はい、はい、はい、当たったのはかなめ様。というわけで、はい、この萌え台詞をあなたにお届けしたいと思います、はい、ではどうぞ。ゴールデンウィークも昨日で終わりだよ。ほら早く起きて。そんなに無防備な顔してると怖い狼さんに食べられちゃうよ、お姫様。うわなんか水がゆい。水がゆいってそれどうなんですか。どうかな、ちょっと思ったのと違うな。精進が足りないな。きついな。いいね、ダメ出し結構きついよこれ。結構グサグサくるな。しょうがないですね。怖いな。皆様一コーナーずつ持ってますからね、はい、私もあの一コーナーいただいてですね、はい、皆様の苦手をこうして克服していくコーナーを作りたいと思います。あ、なるほどね、はい、あそういうことか、はい、もうこう要様には甘い台詞をこうあの滑らかに言えるようになっていただいて。それはいいな、それはいい、はい、そして白様には先ほど出た苦手だというあのお野菜を食べられるようになっていただいて、はい、こうもう全方位に弱点のない無限長屋をこれより目指していったらいいんではないかなと。私一つワンラック上の世界に行った無限長屋ということですね。はい、もうだって物語を映し出すのにですね、甘いセリフの一つもささやけないとか、ちょっと要様あの、ね、女子をくどく時とか困りません？そうだどうなんですか？そうだぞ、あの、ね、なんか、はい、大源氏の力を使って、え、だから万能じゃねえよ。あのそれこそ職権乱用ですからね。万能だよ、何でもできると思う。なんでこう世界を守るための力をそんな一人のこうあの私利私欲で使わなきゃいけないんですか。最低だな。はい、もう自分でこうレベルアップしていただいてですね、萌え台詞の一つでこう、はい、女の子をキュンキュンってこう萌え萌えってさせられるくらいになっていただかないと。そうですね、努力です。それできたら私的にも嬉しいです。はい、じゃあそれを目指しましょうね。はい、そして白様もですね、はい、ぜひぜひこの緑のお野菜たちをですね、それはね、あのね難しいですよ、それはすごく難しい話です。困った時は私あの力を持って、いやーもう、ね、無理やりにでも食べさせて。そうですね、みんなで協力し合って苦手を克服して。いやー、はい、もう無理だよ。え、無理だよ。なんでそんなにいきなりテンション落ちちゃったんですか。無理、野菜は無理。じゃあ なんだったら、はい、他の人もなんか苦手なものを一緒に克服していくっていう。はい、そうですよね。リスナーの方がね、あの野菜ね、こう、こういう風に食べたら、やったら、あの食べれますよって言われても、多分、ね、めっちゃ食べる。めっちゃ食べる。あの、そういうアイデアも募集しますわね。はい、というわけでですね、はい、そろそろお時間となってしまいました。はい。それでは、最後はお知らせのコーナーだ。はい。この番組では勝手に横文字変換体のお題や再現してほしいキーワード、そして白様がどうしたら野菜を食べられるかを募集したいと思います。はい、してません。はい、お便りの宛先はこちら matuda-ikka@atosta.com 松田一家@atosta.com。他にも、普通歌、感想、ご意見などなどお待ちしております。我らのことが知りたいという方は、こちら http://www.mugen-chouya.com http://www.mugen-chouya.com URL を打ち込めば、蝶が我々の住処へと誘ってくれるはずです。はい、今回のお相手は無限蝶屋の要節白金でお送りしました。いやー、新企画どうなりますかね。いや、野菜は無理だぞ。まあ、
ガチで無理だぞ。まあ私はどうこうであれね、はい、あの白金の企画にはね、あの大賛成でございます、ね。はい、ドリパポみんなのこうなんか願いでもある。はい、そうですわね。いやいやいや、誰も幸せにならんこれ。え、あの誰も幸せにならん。そんなことないですよ。白様が健康になってくれれば、いや今健康や、全然健康です、うん、健康です。これからのことを考えましょうね。はい、というわけで今宵のウェブラジオはこれでおしまい。さて次はどのページを開こうか。歴史は無限、望むがままに。それではまた次回。さらばだー。